初心者向けのコースだったらこりゃ楽勝だな。よっしゃ、よしよし、後で増資してやるから待ってろよな。戦いも冒険も基本が大事だよな。だからここで俺と一緒にみっちりバッチリ鍛えようぜ。ここを足がかりにしないとな。俺の名前はハッサン、旅の武闘家だ。あんたは？へえ、基本を学ぶのにすごく良さそうな場所ね。よし、まずはここから始めましょう。飾った方がいいかしら。ちょろいちょろい、ぶっちぎりで俺の優勝だな。よっしゃ、ちまちま稼いでいないで、もっとドカンと行こうぜな。さーてと、張り切って行こうか。大丈夫、あんたはあんたのペースでやればいいんだ。ダイスちゃんにも愛情を注いであげりゃいい目を出してくれるってもんさ。よっしゃ、俺の番か。いくぜ、あらやった。よし、ここは俺のもんだ。誰にも渡さないぜ。行くの？まあ私には止める権利はないから、どうぞご自由に。ねえ、なんでもないわ。私のお店だわ。頑張っていいお店にしてあげるからね。マークはあと一つか。こんなところに。よっしゃ。こっそりおこぼれをいただくって寸法さ。
マークはあと一つ必要なのか。ああ、じれったいぜ。ここもいただき。おいおい、もっとシャキッとしようぜ。また一歩レベルアップに近づくわね。よっしゃ。さーて、ジタン様の実力一丁見せてやるよ。よっと。まずはアジトの確保ってとこかな。さあ次行くぞ。俺の休日はトレーニングをしてるとあっという間に終わっちまうんだ。お金を貯めるだ。あら。よっと。やれ。勝利の女神にち、よっと、うわくー、なん、へっ、次はどんな勝負になるか楽しみね。絶望の街に行った時より気楽くて物悲しい気分だぞ。この支払いがなければさすがに逆転できなかったろうな。あんたにしちゃ悪くない店ね。ま、品揃えもそこそこ良かったし、今回だけは許してあげるわ。お、サンキュー。あんたのおかげで得しちゃったぜ。やっぱ店と雑誌って大事だよな。あんたにしちゃ悪くない店ね。品揃えもそこそこ良かったし、今回だけは許してあげるわ。
けてはあなたの右に出る人はいないわね。ありゃ、カブや相乗りが苦手なのか。ま、わかんないことあったらこの俺に何でも聞けよ。おい、ガネット、見てるか？俺優勝したぜ。